はいどうも皆さん、こんにちは、ゆうきでございます。ということでね、本日かですよ、もうついに6月ですね、6月の1日、時間がですね、11時11分午前ですね、午前11時11分、6月1日の11時11分というね、演技いい数字で、動画の方を撮り始めようかなと思っております。ぜひね、最後までお付き合いいただけたらなと思っております。はい、今日の動画が面白かったよかったためになったよという方はね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してください。よろしくお願いいたします。 はい。今日はね、もうねばッなー言ってもったけど、ぶわっともうビットコインのね、チャート分析が決勝わります。珍しくね、月曜日なんですけど、まだ気になるニュースっていうか、ニュース自体がね、新着で上がってきてないので、いったんね、チャート分析だけしていこうかなと思っております。はい。で、そうだ、ライブ配信なんですけど、ちょっとね、今週、週始めがね、バタバタしてるんで、予定では6月の4日、木曜日、6月の4日木曜日の21時から、 え、で予定しておりますので、そちらにちょっと皆さんの予定も合わせておいていただけたらなと思います。いやー、ちょっとね、やっぱ月月始めは、あの、バタバタするので、ちょっと申し訳ない。いつも言ったらね、火水なんですけど、今日はちょっと、飛んでの4日の木曜日に、ね、4日木曜日の21時間で、えー、予定しておいていただけたらなと思います。またね、変更があったら、まあ、火水の動画はどちらかでね、えー、告知していこうと思いますので、そちらね、えー、お見逃しなくということでございます。 さあ、ま、あ一応ね、今のところ、まあ、イーサリアムがね、ちょっと先導して、あの、チャ、相場が動いてるんじゃないか、みたいなこと言われてるんですけれども、ま、あ一応ね、変わらずビットコインをね、チャート分析だけしていこうかなと思っております。はい。ほんまにね、1万ドルが抜けんのよ。これで言うと。いろいろ僕もね、考えてたんですけど、これ今四時間足ね。うーん。ま、あ一応この、ずーっと引いてたね、四時間足の上昇を、えーと、ごめんなさい、上昇じゃない。最高値を実体でね、結んだ線。 これ赤い線で引いてるんですけど、ちょっと赤やと色々線があるからちょっと色変えようか。何色が見やすいよ。ピンクにしようかな。で、一番線を太くする。これね。これちょっとこれで見れるかな、皆さんも。この一番太い線にピンク色で入れてるし、えー、ピンクの線ね。ずーっと下がってきてる線なんですけど、ここが強い気がしてる。 一番今、ここがあの、鮮度高いんじゃないかな、という感じで見てます。で、この線を抜けてくると、まあ、自動的に1万ドルに再トライっていう形になるとは思うんですが、ね、ここでね、もうほんまに、もうほんまやったらね、僕今日の動画、もう、一回ね、ちょっとネタみたいなんでやったけど、あの、ここ、ここで、ここです、バイバイみたいな感じで、もう5秒くらいで終われるんちゃうかなと思ったけど、もうどの動画見ようが何しようが全員ね、口揃えて言ってるのが、1万ドル超えるまでは、 静観うん観。うん。静かに見る、あの、観察するって意味な。静観するでしょうっていうのがもうほとんどの人の答えよ。だからもうそれが答えなんですよ。1万ドル抜けるまでは、どっちにしろ、あの、難しい相場であることは間違いない。というところですね。で、一応まあ、軽くまあ、見ておくと、例えばですけど、この4時間足ね、もしこのピンクの線、抜けれないのであれば、これね、まさしく、ここで3ゾーンができると思うんですよね。 もしここで3ゾーンができもう一回ね多分トライしてくると思うんですよ。このピンクの線にトライ。トライエ,ンエラーした場合は、このまま下落に入ってくると思うんですよね。そうなってくると、ちょうどね、ここがね、雲が薄いの。薄す。うん。これもう、薄すの0.01。うん。これもう一回使ってるネタこすっていくけど、もういろんな意味が含まれてる。このこすってるっていうものにはね。もうほんまに、午前中まだ、どしもネタはいかん。ほんまにダメ絶対行くんやけど、 まあ一応ね、もうここがめっちゃ薄いんですよ、雲が。まあちょうどねじれてる部分ね。なので、まあちょっと早めにこう、三層の、えー、右肩作るんであれば、そのままストーンとこの薄いところ抜けて、下落っていう方向は見えてるんですよね。そう、だからここが見えてる分、えっ、ー、と、動けないんですよ。ね。これはもう、だからここが一番難しい部分。確かにこのままもう一回、このピンクストライして、抜けてくるっていう方向は全然見えるんですよ。 例えばやけど、ここの上昇トレンド引いてみるとかね。もうそれも全然いいでしょ。で、こういう風に信じる。うん。信じる、信じないかはあなた次第。っていうのもありよ。ただ、この方向性っていうのが見える限りはやっぱりどっちもどっち50、50-50。ィ e ティ、デッドアライブ、うん。これ生きるか死ぬかの勝負をするのであればいいと思うけど、今は本当に見とくべき。うん。 ある意味ね、これ、ここの1万ドルを境に世界が変わる可能性がある。世界というか、このビットコインの世界ね。うん。チェインジって言われる可能性がある。うん。なので、ここの1万ドルっていうのがね、やっぱめちゃくちゃ強い。もうこれは100%の強さよ。もうこれはもう、この1万ドルを高橋良介と言わずして誰と言うんだっていうところ。 なので、まあ、この高橋涼介のラインを抜けてこれるかどうかっていうところ、高橋涼介がわからない方はぜひイニシャル D を呼んでくださいね。はい、高橋涼介が抜けるかどうかっていうところでもう全てが変わってくる。うん。なので、ここはもう本当に歴史的瞬間、とで、まで言っていいのかどうかわからへんけど、<laughs> そんな強気に言っていいみたいなところはあるけど、まあ、一応ここはもうほんまに今最注目ラインってなってるでしょう。 全体的にね、もうどこで見てもそうよ。どの動画見てもらっても多分一緒やと思う。1万ドル超えるまでは、ちょっと今は、あの、一旦ノーポジでって言ってる方がすごく多いので、全員じゃないかもしれない。僕も、全部の仮想通貨 YouTuber 見てるわけじゃないから。けど、まあ、そうやって言ってる方がかなり多いので、まあ、ここはそういう風に見ておくべきかなと。いうわけでも、これで終わりたい。<laughs> もうここまで終わっとこう。なんか、歯切れいいしな、ね。っていう感じやねんけど、まあ一応ね、あのー、 この三尊組んで、下落っていう方向性も絶対に見とかないといけないポイント。ここに関して言うとありえます。なぜならこのピンクの線もめっちゃ強いから。うん、このピンキーライン。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。久しぶりに言いたな、この,の CM 久しぶりに聞いたよ。僕の年代の人やったら。みんな知ってるでしょ。ハート型のピンキー出てくるからな。気付けて、ピッ、気つけて。今、ピンキーないんかな今もだってね、ミンティアとかやもんな。 そうか。ピンキーいなくなったんかなまあ、いや、このピンキーラインね。ピンキーラインもめちゃくちゃ強い。もう落書きしてるようにしか見えへんねんけど、俺的には。まあ、間違ってはない。<laughs> このピンキーラインがめちゃくちゃ強いので、このピンキーライン超えれずってなってくると、一旦確実に三層は気づくでしょ。で、ゾンのこのネックラインね。ネックラインで行くとだいたい100、やなうん。100万じゃないけど、100万、100、1万ぐらいかな。 101万割ってきたら要注意。要チェケラー。ズーンみたいな感じよ。なので、ここに関して言ったら、皆さん見ておくべきところは <laughs>、見ておくべきところは、言ってカミカミ言ったけど <laughs>、見ておくべきところは、このまず、四時間足の加工トレンドのライン。これ絶対引いといてください。高値の切り下げライン。これ絶対引いといて、ここがまず第一注目ポイント。 まあ、あの、スキージャンプでいうところの K 点やな、ここが。K 点超えてこれるかどうかみたいなところやわ。で、この K 点超えれなかった場合は、えー、3ゾーンを組んで下。これはもう僕完全に下目線に切り替えます。うん、で、えー、逆に言うと、この3ゾーンを組まずにピンキーライン、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだいを、えー、タイグー、アッパーカーしてきた場合は、タイグー、アッパーカーしてきた場合は、1万ドルにサイトライ。で、この1万ドル超えた時には、もうえれえことになるぞ。 ほんと昔の話じゃった。っていうね、もう昔話みたいな話し方になるぐらい、えー、上に上がってくるんじゃないかなと思っております。はい。なのでここはもう本当に要チェック。うん。なのでまあ皆さんが見ておくべきポイントは、この、えー、もう一回おさらいしとくけど、えー、4時間の、えー、下落トレンドのトレンドライン。まあ要は高値の切り下げのラインね。高値の切り下げのラインと、えー、もう一つ1万ドルのライン。まあ1万ドルがもう最重要ね。最重要。なん、K 点はピンキーライン。 で、もしピンキー超えれなかった場合は、えー、下落、えぇ、ー、三尊組んでの下落方向にも動くであろう。で、ピンキー超えた場合は、一番どれサイトライ。で、トライして抜けた場合は、うーん、<laughs> go to heaven っていうことでね、うん、天国に行けるであろうっていうことですよ。なので、ここだけね、しっかり見ておけば、次のね、方向性っていうのは、えー、見て取れるかなというところです。なので、もうどの動画でも言ってるけど、今はもう手を止めて一旦見るのが基地でございますので、ここはね、確実に押さえておいてください。はい。 そうなのよ。だからもうこのピンクのラインはほんまに強いんですよ。もう全部がね、もうほんまに全部が全部ズバピタドンのドバピタズンですよ。うん、ズバピタドンよ、これ。ね。なのでこんだけ効いてるラインほんま早々民んでっていうぐらい、あの、べっ、べったびたに効いてるので、ここはもう本当に皆さん注目して見ておくべきポイントかなという感じでございますので、ぜひね、皆さんのトライドライフにね、あの、参考にしていただけたらなと思っております。はい。というわけでね、以上で今日は終わっとこかな。 はい。キリのいいところで終わっとこうかなと思っております。はい。というわけでね、えー、一応ね、ちょっとね、短い動画になりましたが、あんまりね、いつもいつもね、何回何回お前ほんまどんだけ喋んねん、ボケーっていうぐらいのらね、動画撮ってたらね、皆さんに飽きられてしまいますので、たまには、もう、もっとちょうだいもう、ゆうきの動画もっとちょうだいぐらいの、えー、長さでね、えー、とどめておきたいなと思っております。はい。 というわけでね、えっ、ー、と、ライブ配信は、今のところ予定では6月の4日21時、木曜日ですね。木曜日の、えー、21時が、えー、予定ということと、まあ一応ね、明日もちゃんとね、こういった形のチャート分析の動画を出していきますので、ぜひね、次回の動画もお楽しみにということでございます。それでは、えー、今日の動画が良かったよ、面白かったよ、次を見ようかなって思った方はね、ぜひね、 チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してくださいね。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。 もうすでに、えー、僕の LINE アットの友達追加、えー、もしくは、えー、チャンネル登録はお済みでしょうか。僕のね、LINE アットの方では、えー、僕がね、え厳、ー、選した、稼げる情報っていうのをね、随時配信しておりますので、ぜひね、えー、友達追加をして、そちらの情報をね、ゲットしていただけたらなと思います。えー、チャンネル登録がまだの方はね、こちらのチャンネル登録ボタンから、えー、登録してください。あとね、おすすめ動画こちらから見ていただけますね。こちらもぜひご活用ください。ということで、またね、次の動画もしくは、えー、ライブ配信などでお会いできたらなと思います。またお会いいたしましょう。バイバイ。